お待たせいたしました。これよりルーカス選手よりご挨拶させていただきます。Lucas Seixas. Lucas, número 9, atacante. Lutando por um dia
a gente chegar no objetivo que é ganhar dinheiro. E para mim, eu sei que é complicado não ter ganho, mas eu sei que ainda pode. Eu vou estar torcendo para que um dia isso aconteça e eu sei que não está muito longe. まあ、今日この日が最終試合ということになるんですが、本当に言葉に表すことはちょっとできなくて申し訳ないんですけど、本当に皆さんには、感謝の気持ちしかありません。ここまで支えてくれました、自分の家族にも、改めて、お礼を言いたいと思います。ありがとうございました。本当に皆さん、まだ残念ながら J リーグタイトルを取れるということで信じてますので、これからも、チームは離れますが、応援をしていきたいと思っています。皆さん、ありがとうございました。ここでルーカス選手へメッセージが届きます。大型の前をご覧ください。はい、どうも長い間の生命と2度目の引退のお疲れ様でした。もう本当に日本はいいプレーヤーだったと思いますし、性格も非常に明るくて、頑張っても楽しいプレーだと思います。だから何するかは知らないですけど、体を気をつけて、家族を大事にして、頑張ってください。また会えないように楽しみにしています。ルーカス、カモーズの小林です。長井さん、ダルトですね。お疲れ様でした。ルーカスは一緒に新曲に入って同期入団で長いことありましたけど、日本語を覚えて日本人より日本人らしくなってしまったルーカス、大好きでした。久しぶりに僕と会うと、いつもルーカスは僕に塞いで言ってきますけど、もうそれやってください。また会えて楽しみにします。本当にお疲れ様でした。ルーカース、お疲れ様でした。東京時代は私時代を助けてもらいました。今、僕がブラジルにいます。本当は最後にルーカスに来たかったんですけど、ドローのためにご覧いただきます。天皇杯優勝して気持ちよく帰ってください。来年のワールドカップまた会いましょう。続いてルーカス選手のご家族より花束が贈られます。ご来場の皆様、大きな拍手をお願いいたします。ただいまより、ポポビッチ監督、スタッフ、選手が場内を周回いたします。
ovaj, kako je sve ispalo ovako fantastično, ja ne znam šta da kažem. あの本当にこういった監督の後、ルーカス選手の後に自分が何を言っていいのかっていうのが あるんですけれど。ništa, srećan sam i tužan sam. Tužan sam zato što odlazim odavde, ali srećan sam što sam proveo godinu i po dana sa ovakvim momcima koji su mi pružili mnogo podrške u ovakvom klubu sa vama uz vašu neverovatnu podršku i puno emocija. Pamtit ću ovaj klub i uvijek ćete mi biti u srcu. ただ本当にあの皆さんにはこのまでですね一番温かい声援、そして、支えをいただきましたし、そのことに本当に感謝しています。それだけにこのクラブを離れることになるのは私にとって非常に、辛いことなんですけれど、皆さんと共に、歩んだですねこの1年半は決して忘れませんし、皆さんの皆さんからいただいた声援、皆さんとの関係というのは私の中に残り続けます。ありがとうございます。詳しくは後日 FC 東京オフィシャルホームページにてご確認をお願いします。